お帰り。ここで待っていれば来ると思ったんだ。よかったら一緒にお疲れ様パーティーをしないかなと思って。仲間たちとちょっとした打ち上げをするんだ。アバシスの話も聞きたいし、どうだろう。もちろん参加するわね。キリト、アスナ、イベント大会優勝おめでとう。パパ、ママ、おめでとうございます。ありがとう。だけど、今日のお祝いは俺とアスナのじゃないんだ。超レアなアファシスを手に入れた幸運なニュービーのお祝いさ。みんな、俺の仲間だ。詳しくは今度紹介するよ。わあ、美人さんなんですね、アファシスって。こんなに近くで見たの初めてです。私はクレア、アファシスはこっち。私がアファシスです。皆さんと同じに見えるかもしれませんが、純然たるアンドロイドです。ごめんなさい。はじめまして皆さん。私はアファシステムタイプ X A29000。 型番では呼びにくいでしょうし、私も舌を噛みそうです。どうぞ好きな名前で呼んでください。できるだけ短いのが好みです。マスターがくれた名前は特別なのです。だからマスター以外の方に使われるのはお断りします。うらやましい、うらやましすぎるぜ。あんた、俺も欲しい。俺だけの可愛い子ちゃんが。ジージー王に来ても変わらんな、クライは。そこでがっつくから嫁が来ないんだぞ。そうだね。ナンバーが00だから、レイちゃんはどう？わかりやすくていいんじゃない？レイちゃん、よろしくね。レイちゃん、承知しました。私にぴったりだと思います。皆さん、よろしくお願いします。サポートアンドロイドとして皆さんをお手伝いさせていただきます。パーティーにお誘いいただけたら皆さんを全力でサポートします。です、マスターがお留守の時でもどんどん誘ってください。へえ、マスターじゃなくてもパーティー加入でサポートが受けられるのか。ありがたい話だな。俺は俺専用の可愛い子ちゃんを手に入れたら独り占めするぜ。だからお前はそこでがっつくから縁がねえんだって。それじゃあ改めて乾杯しましょう。アファシスゲット、おめでとう。おめでとう。早速噂になっているぜ。ニュービーがアファシスを手に入れたってよ。 GGO 最強のリアルラック持ちプレイヤー登場って話だ。情報屋のアルゴさんもニュービーのネタは買うって言ってたよ。みんな欲しがっているから今なら高い値段がつくって。へえ、それはいいことを聞いた。キリト君、友達の情報を売ったらダメだからね。ねえ、アスナの銃撃をかわしたって本当？初心者にできるゲートじゃないと思うんだけど。へえ、君って実はかなりの凄腕なんじゃない？得意な武器は何なの？フォト？その武器って見たことないんだけど、どこで手に入れたの？二実装の武器？アファシスってそんなプレゼント機能があるの？はい、タイプ X だけが有する1回だけの特別な機能です。他にもいろんな機能があります。多分 AI にしては随分アバウトな表現ですね。確かに、これは俺も見たことがない。でもそんなことがありえるのか。
デザインからすると光学武器、威力は、射程は、移動サポート機能。こりゃ GGO の戦術が変わる武器だぞ。あんた、俺にこの武器を売らないか。エギル、初心者相手にぼったくったら許さないわよ。そもそも値段がつけられないくらいレアな武器をいくらで買う気よ。そりゃまあ友達価格ってやつで。いやすまん、商人の血が騒いじまってな。まったく。でも本当にあなたはリアルラックが高いんだね。こればかりはどうにもならないしな。うん、ちょっぴり羨ましいです。よく聞くおまじないとかあるんですか？昔から運はいい方よね、あんた。ねえねえ、クレハはスコードロン入ってるの？ううん、私は基本ソロ。狩りのために加入することはあるけど、あんまり長いはしないかな。あの、もしよかったらお友達になりませんか？ GGO は女性プレイヤーが少ないから。賛成。私たちグロッケンにホームを借りていて、そこでよく集まっているんだ。みんなでお茶したりおしゃべりしたりしてるから、いつでもおいでよ。歓迎するわ。ありがとう、すごく嬉しい。最近は結構増えたけど、女の子のプレイヤーは少なくて。男の人ばかりのスコードロンも多いみたいですね。そうなの、マスコット扱いされるのも嫌だから、特定のスコードロンには所属しないようにしていたの。クレアの気持ち、私もわかる気がする。能力以外の部分で評価されるのってあまり好きではないわ。うん、私も同じ。何よりちゃんと自分自身の力でトップを目指したいから。しっかり目標を持っているんだね。応援するよ。うん、私も。お手伝いできることがあったら何でも言ってくださいね。みんなありがとう。あのね、ずっと前から女の子プレイヤーの友達が欲しかったんだ。だからこうやってみんなと知り合えただけで十分幸せというか。うわぁ、もうなんて言ったらいいんだろう。なんか私まであんたのラッキーをもらっちゃったみたい。ありがとうね。今日はとっても楽しかったわ。おい、ちょっと外に行ってみないか？急にパーティーに誘って悪かったかな。想像しくてびっくりしただろ。口が悪いのもいるけど、みんな気のいい連中だし頼りになる。今度改めてちゃんと紹介するよ。君ってさ、ソロタイプだろ？そりゃ昔の俺みたいなフレンドゼロとは違うだろうけど、なんとなく近い雰囲気を感じたんだ。君がアファシスをかばった理由を聞いた時、妙な親近感が湧いたというか。俺はどちらかというと効率重視タイプだし、普段は理屈で物事を考える方なんだけどさ、それでも考える前に体が動くってあるよな。そういう時の理屈は後からついてくるんだよ。君もそんなところがあるように見えたんだ。うん、きっと君にとってあのアファシスは会った時から大事なものなんだよ。って全部俺の勝手な考えだけどね。外れていたらごめん。それならいいけど、ゲーム初日からそんな大切なものに巡り合えるなんて、君は本当にラッキーだな。一
つ聞きたいんだけど、いいかな。仮想と現実の差は何だと思う？世間では仮想、VR 空間はまがいものだって言う人もいる。俺はそうは思わない。だって俺たちは今、ここで生きているんだ。この広い世界を自分の力でどこまでも行く。ワクワクしないか？だろ？やっぱり、君は俺と同じタイプの人種だ。ようこそ、仮想世界へ。ここはマスターの部屋で、私はマスターのアファシスです。だからこの部屋に私がいるのは当然です。なんといっても私はアフィフアイアドバイザー、通称アファシステムタイプ X ですから。とにかく私はとても利口なサポート AI であり、完全無欠の金庫なのです。そういえばチュートリアルはまだしていませんでしたね。しっかりお勉強して私を有効活用してください。クレジットやアイテムの管理、部屋の掃除から友達の少ないマスターの話し相手まで何でも頑張ります。何か聞きたいことはありますか？覚えなければいけないことはまだまだあります。出かける前には準備を万全にしましょう。外は弾丸飛び交う戦場ですからね。あ、街の中は安全です。他者を攻撃できるのはフィールドか指定の場所のみです。まあどんな場所でも私がいれば安心です。敵が出てもズキューン、バキューン、ババババってやっつけます。さあ、カスタマイズポイントを使ってマスターや私のステータスを成長させてください。ステータスは戦いだけではありません。強い武器や防具を装備するのにも必要です。まずは私の素晴らしいステータスを見てみるのです。おかしいのです。なぜこんなにヘナチョコなのですか？まさかプログラムエラー？マスター、私では自己解決できません。今すぐ対策を、修理工場に連れて行ってください。異常事態です。スキルがほとんどありません。ミサイルを射出したり、お金を増やしたり、爆笑ジョークを披露するスキルがないのです。あ、原因がわかりました。マスターがヘナチョコなせいです。私は正常、全く問題なし、オールグリーンです。マスターがヘナチョコなのはただの事実です。落ち込まないでください。アファシスはサポート AI なので、使用者であるマスターより強くなれないのです。だからマスターが強くなれば私も強くなれます。頑張ってくださいマスター。では続いてマスターのステータスを見てみましょう。メールが来ました。メニューを開いてメールを選択してください。SBC クロッケンですか。街の中を歩くのは初めてです。興味